サイバーエージェント男の子牧場男の子牧場とは2009年5月13日から同年5月19日の間にサイバーエージェントが運営していた携帯電話向けソーシャルネットワーキングサービスの名称。同サイトは男性の情報を女性の友人同士で共有するという SNS システムで女性を対象として 理想の男性を見つけるなど、結婚活動を支援することを目的としていた。男性を家畜に見立て、交友関係のある男性の簡単なプロフィールや写真を登録するたびに、ユーザーの牧場に馬や牛、羊などの家畜が増えていくというもの。しかし、牧場というネーミングや、登録した男性を家畜に見立てたアイコンで表示していることから、男性を家畜扱いしている。 男性の個人情報が男性の同意なしに勝手にアップロードできるシステムになっている男性差別といった批判が広報担当者のブログなどに相次いだサービスの見直しを理由に運営開始後わずか5日で運営を停止した男の子牧場という名称は公式には装飾系男子というキーワードからヒントを得て付けられたと説明している AB 男の子牧場 サービス停止、再開は未定。IT Media News,http://www.itmedia.co.jp:/news/articles//0905//18/news109.html2009 年5月21日閲覧。男性の情報を共有する、男の子牧場。 婚活女性向けに、ITMEDIANEWSHTTP コロンスラッシュスラッシュ www.itmedia.co.jp スラッシュニューススラッシュアーテクルズスラッシュ0905スラッシュ14スラッシュ news0773.html2009 年5月21日閲覧。男の子牧場のサービス停止について、サイバーエージェント。 オリジナルの2009年5月25日時点におけるアーカイブ。

男性を家畜扱い男の子牧場開始2日で存亡の危機有敢富士オリジナルの2009年5月18日時点におけるアーカイブ h t t p w e b a r c h i v e o r g w a v e 2 0 0 9 0 5 1 8 0 9 5 3 1 4 h t t p w w w z a k z a k c o j p t o p 2 0 0 9 0 5 t 2 0 0 9 0 5, 5 1 6、oh. 0 1 h t m l 家畜扱い、個人情報どうなる婚活サイト、男の子牧場に批判殺到。J, cast News, <www>. j、キャストニュース。http://www.j-cast.com/.2009/.05/.14041144.htmlp= オール2014年4月7日閲覧。ありがとうございます。